産経新聞、田中です。2点あります。まず1点目、本田さんの件に戻って恐縮ですが、本田さんはその6月の、その厳重注意した6月7日ですね、6月7日の時点で記者会見で真意を説明したいと申し上げたけども、福山幹事長に強く止められたと。で、なんだ、お詫び撤回のコメントを出すことを提案されて、やむを得ず了承したと訴えてますけど、この事実関係および記者会見を強く止めたとするなら、その理由を教えてください。もう離党されたので、私がその細かいことを言及する必要ありますでしょうか。当時記者会見を止めた理由を。いやいや、だからもう離党届を今日出された本田さんの意見書の一つ一つのやり取りに対して、私が何かここであえて説明をしたり反論をしたりすることが必要でしょうか。というか、その党の執行部としてのその対応とか、その説明のあり方みたいなのを考えるだ上から、で。そのことの事実もどうかということも含めて、今さらその話をすることが適切かどうかは私はよく分かりません。もう離党されたので、今までのこの対応の経緯については説明する必要はないという。説明する必要はないと申し上げませんが、申し上げるわけではありませんが、その時点で、本田さんの意向を、私がそこで、いや、あの時はこうだとか、あの時はそうは言わなかったとかと言っても意味がないので、それは本田さんの今の認識として書かれたことだと思います。